今面接されてた方はどうでしたか？正直いい印象ないですね。多分うちの会社に入ってもどっかしらそういう風になるんだろうなっていう風には思っちゃいますね。代表の松島の方も、同席させていただきますので、他ご質問とかは大丈夫そうですかね？これまでの職歴伺ってもよろしいですか？音声聞こえますか？代表の松島の方も、同席させていただきますのでよろしくお願いします。じゃあもう早速なんですけど、始めさせていただきたいなと思います。お願いします。ちょっと簡単に自己なんで自己紹介ちょっとお願いしてもよろしいですか？今就業中の会社さんはどういった内容の仕事をやられてますか？はい、さんのお仕事的には何になりますか？その仕事大体どれぐらいやられてますか？長いですね。なんで転職しようと思ったかってちょっと聞いてもよろしいですか？求人の中に募集項とか書いてあったと思うんですけど、さんからご質問とかってございますか？資格は特に必要ないです。はい。業務委託になるので経費として計上いただいてます。まあ、そうですね。未経験からの方が多いので、まあ人それぞれによりますけど、まあある程度できる範囲まではやっていけば覚えれると思います。他ご質問とかは特に大丈夫そうですかね？そうですね、そういった内容も、採用になった方にはお伝えしてるんですけど、可能だと思います。はい。そしたら採用合否との連絡等はまたさせていただきますので、ご質問とかなければこちらで本日は以上になります。はい、ではよろしくお願いいたします。失礼いたします。お疲れ様です。今面接されてた方はどうでしたか？よかったですよ。結構はきはき喋っていただいて、会社のことを、多少でも調べてきてもらって、自分がこうなりたいみたいなのがあったので非常に好印象でした。髪は赤色だったんですけど、うちはそれ全然大丈夫なので。見た目とかそういうあれはないんですか？ないですね、全然。さすがにオフィスビルなんで、TPO は決まらない方はあれですけど、普通に私服に来たりとか、髪色がなんか明るいとかっていうのは全然問題ないです。面接をしてる時に一番見るところってどんなとこ見ますか？うちの代表は、結構目を見て話す方、それに尽きるみたいな結構方なんです。僕ももちろんそこは正直あって、目見て話せるかなっていうところを見てるんですけど、緊張しちゃう方もいるじゃないですか。僕も結構緊張しいなんで、なんか目見たいけど見れずに、なんか僕のデコ見てるとか鼻見てるとかっていう方がいるんで、真剣に取り組んで来てくれてるなっていうんで、全然そういう悪い印象とかではないんですけど、僕はどっちかっていうと就活をやって会社に入ってきたタイプの人なんで、せめて会社のことをどっかの動画でも言ってると思うんですけど、せめて多少なりとも調べて自分がどこのポジションでどうやって働くのかっていうところは調べて、で、この会社の規模がどれぐらいで何千人社員がいてとか別に答えられなくていいけど、こういう規模の会社で、こういう事業やってるんだっていうのはある程度頭に入れておかないと、僕らがじゃあ例えばトリッキーな質問した時に全く答えられなくて、何やってる会社で僕は何をすればいいんですかみたいな方たまにいるんで、そういった方はちょっと厳しいなってそこで判断しちゃいますね。それ以外にこの人はちょっと厳しいなっていう人の特徴ってありますか？これはもう結構わかりやすくて、今働いてる会社の悪口を言う方と、他人とか他の会社のせいでダメな僕がいますみたいな方は正直いい印象ないですね。ですし、多分うちの会社に入ってもそういう
こと思ったりとか、はい、どっかしらそういう風になるんだろうなっていう風には思っちゃいますね、はい、正直マイナスポイントです。人の悪口とか会社の悪口を、うん、この面接の場で言うの飲み会じゃないんで。そうですよね、はい、なんでこの会社辞めたんですかみたいな、会社がこうでなんかしてくれなくてみたいな、人としてっていう部分ですよね、うん、そうですね。うちの面接とかは、まあ、例えば本当難しいところで行くと、これぐらいの技術があってこれぐらいの資格がないと入れないっていう会社じゃないので、うん、その辺はすごく分かりやすいですけど、まあその日人としてやっぱ成長できなそうだなとか、ちょっと厳しいなって思った方には、まあ、ご縁がなかったっていう形で伝えてはいます。なんかさっきの面接も見てたんですけど、雰囲気とかもそんな堅苦しくなく笑いながらとかもあったりで、うん、めちゃめちゃ緩いそうですね、緩い方ですよね。まあ、僕が実際に面接を、まあ、受ける側だった時にある程度の緊張感やっぱり必要かなって思うんで、それを作り出す時はあるんですけど、やっぱり本領発揮できなかったなと、うん、まあ、発揮されすぎても困るんですけど、ベラベラ喋って必要ないことも喋るとかっていうのもあるんですけど、どっちかというとやっぱその方の本音を聞き出したいので、割とフランクにあの話はできるようにしてますね。私の面接の時よりも社長の面接の時の方がもっとフランクです。最近はレアですけどね、社長の面接に当たる方は。社長の方がもっと短いですし、面接自体も。ただまあ本当に見切られるのも早くて、いい方はいい、もうダメな方はダメとっていう形になるんで、さっきお話したポイントを掴んどけば、ある程度大丈夫かなと。今までその面接してる中で、うん、この人は伸びていくだろうなっていう人っていました？100発100中ってことはないんですけど、やっぱりさっき言った内容のところを最低限もちろんできてて、こうしたいからこの会社に入りたいみたいなっていう、まあ、ビジョンっていうか目的目標がやっぱある方は伸びてるなって傾向にありますね、はい、難しいじゃないですか目的目標。そうですね、3年後に僕はこうなりたいんですとか、うん、ここでこういう風に稼ぎたくて、はい、この仕事をやりたいんですっていう、はい、こういうところで話せる方って本当にすごいなって思います。正直確かに、あ、この方伸びんなって思ったりしますね、はいはい、そういう時は。実際そういう人って伸びたりしてますか？いや、伸びてますよ。活躍してますね、かなり。ということで、お金を稼ぎたいだったり年収1000万以上を目指したい方はぜひ応募して面接に来てくださいっていう感じですか？そうですね、ぜひっていうところなんですけど、せっかく働いてなんかお金稼ぎたいなって思うのであれば、あのうちの会社は本当に教える方とか上司になる方もそうですけど、目の前で多分稼ぐ姿を見ると思うので、その辺はすごく刺激になると思います。ぜひ応募くださいみたいな固い感じで言っちゃうとあれなんですけど、うん、そういうなんか熱意持った方と僕らも一緒に働きたいなって思うので、まあ、なんか誰でもいいって応募するのは思うんですけど、本当に来てほしい方というのは、まあ、そういう方に本当に来てほしいです。ぜひ一緒に働きましょう。お願いします。ありがとうございます。